はいどうも、オーバーラップしたら二度と守備に戻ってこないサイドバック系 YouTuber のヒロケイです。はい、ということで今日は礼儀講座やっていきます。フリースタイルフットボーラーだけじゃなくてサッカー選手の間でも今大流行中の技です。なのですが、実は礼儀ってフリースタイルを今までやってなかった人が挑戦するにはちょっと難易度が高めな技になります。僕たちフリースタイラーが礼儀を成功させるためにやってる細かい技術があるんですけど、その細かい技術を一つずつ説明しつつ、今日この動画を見ながら練習してもらえれば、最終的には礼儀が安定するだけではなくて、技が2つ増えて3つ技ができるようになりますよという、そういう動画にしていきたいと思います。悪中をやろうとしてる人に一回悪点を教えてあげて、結果的に悪中が綺麗になりますよ的な、オムライスを作ろうとしてる人にチキンライスと卵焼きの作り方を教えてあげて、でも結果的にオムライスのクオリティ上がりつつも卵焼きとチキンライスが作れるようになってレパートリー3つになりましたよ的な感じが。はい、ということで今日は礼儀の前段階になる技、ちょっとだけやりやすい技で礼儀リフトと礼儀バウンス、これにちょっと挑戦してもらおうと思います。はい、僕たちフリースタイラーが礼儀を成功させるためにやってる細かい技術が3つあります。1つ目はリフティングして礼儀に入った時に90度体を横に向けましょうということ。で、2つ目はリフティングから礼儀に入って足に当たったボールを落とさずに上に引き上げる技術。3つ目は礼儀をするにあたって最もボールをコントロールしやすい場所、足の場所があります。細かい場所はそこにしっかりボールを持っていくっていう技術です。比較的簡単な1で、それからちょっとだけ難しい2、これを混ぜて礼儀リフトで、比較的簡単な1で、ちょっとだけ難しい3を混ぜて礼儀バウンス、これを挑戦してもらいます。90度体を向ける1と、2番目引き上げの技術、これを使った礼儀リフトをやってみます。これです。はい、それでは礼儀リフトについて解説していきたいと思います。礼儀と体の動かし方は全く一緒なので、体の動かし方も覚えてください。ボールの、斜め前に足を置きます。はい、ここですね。で、足の角度がすごい肝心で、足はまっすぐ前ではなくて、横。真横に向けてください。後ろ足、こっちの足いきますね。後ろ足はボールの真横に、これも、前足と平行になるように真横に向けてください。さあ、それでは引き上げていきましょう。後ろ足がボールにくっつくまでは慎重に近づきます。当たったと思ったらまっすぐ、勢いよく引き上げてください。ボールをうまく引き上げるために必要とされている技術は2つあります。1つ目はこの ボールにヒットする足の動かし方の強弱です。最初から勢いよくやってしまうとそのまま蹴ってしまうのでボールは上に上がりません。こっちのヒットする足がボールに当たるまではやや慎重に入って、ボールに足が当たったなと思ってから、ここから勢いをつけて上に上げてください。それでは引き上げの技術について説明していきたいと思います。いかにしてこうボールが前に飛ばないで足にまとわりついた状態で上まで持ってこれるかっていうのを実現するために、注意してもらいたいのは、このヒットする足、蹴り足のかかとの位置とつま先の位置です。つま先はすごい簡単。ボールに当たった瞬間からもう常にずっと上を目指して、上向きで。当たった瞬間からもう上向きで大丈夫です。で、かかとがすごい難しくて、大事です。かかとはヒットした瞬間からできるだけ下の方を通ってから上に行ってください。目安はこのつま先の、軸足のつま先のラインよりも前、ここを越えるまではできるだけ下の方を通ってから上に行くっていうやり方をしてください。近くで見てもらったらわかると思うんですけど、かかとが地面から離れると、ここの角度がなかなかつきづらいんですよね。この角度に注目してください。これを足をかかと下に近づけるとどうでしょうか。これつま先が上に上がって角度が急になりますよね。これによってボールが前にこう飛んでいくのを防げるようになります。なのでボールにヒットしたらできるだけかかとは下の方でつま先の角度を保ちながら上に上げてください。はい、お次は礼儀バウンス。礼儀バウンスでは最初に説明した技術、一つ目体を90度横に向けましょうということと、三つ目礼儀の時に欲しい場所にしっかりボールを当てられるかどうかっていう技術を駆使してやっていきます。はい、それでは礼儀バウンスを成功させるためのコツを2つ紹介していきます。1つ目は最初のリフティング、これをど真ん中から外側に動かしてあげましょうということです。
外側にセットしてあげることで冷気バランスで当てたい場所に当てやすくなります。さらにもう一つコツがあります。体の真正面から外側にボールをコントロールしたら、普通はボールを後ろ側にこっち側に蹴るんですけど、その技術がかなり難しくなりますので、今日はボールは真上に蹴りましょう。体の正面から外側に出したボールは真上に蹴ってあげてください。そしたら自分がボールの前側に移動してレイキバウンスするようにしてもらえるとかなりやりやすくなります。レイキバランスを成功させるためのコツ、その2。その2は、この蹴り足、後ろ側に来る方の、この蹴り足の当てる場所が非常に大事です。理想的な場所は、第1関節と第2関節の間ぐらいのところに当ててください。で、インステップ、綺麗なボレーシュートとかするときのインステップだと、ちょっとボールが加速しすぎて前に飛んでいきます。ちょっと室内なんでできないんですけど、後ろ側でボールを捉えた時に、この後前に出します。で、綺麗なインステップ、普段ボレーシュート打ってるようなところでコントロールすると、そのままこう、勢いよく前にすっぽ抜けてしまいます。で、逆に、第一関節と第二関節の間、理想的な場所よりも前側、つま先側で、ヒットすると、この、引っ掛けが足りないので、そのままこう、ズリズリっていっちゃうと思いますので、自分の失敗のパターンを見ながら、今のはつま先だったなとか、今のはインステップだったなとかっていうのを、探っていくといいと思います。レイキをやるときも、レイキバウンスをやるときも、ボールを当てる場所は一緒です。で、ボールが正しい場所に当たってるかどうかを確かめるやり方を説明します。このように、軸足に体重をかなり乗せた状態で、第一関節と第二関節あたりにボールを投げて当ててみてください。綺麗に今みたいにこうして跳ね上がってくる場所が正しい位置です。ちょっと手前すぎる、足首寄りのインステップ側に当ててみます。で、ちょっと前に行きすぎるんですよね。キャッチできないようなボールが飛んでくるところは正しい場所ではないです。で、理想的な場所よりもつま先側もやってみます。これもちょっと前に行きすぎるかなって感じですね。一応最後に理想的な場所、ここね、ここは一応最後に理想的な場所もやってみます。ここね、ライン来すぎやね。失礼しました。オンライン飲み会の誘いがしちゃってますね。これ、ちゃんとこうやって跳ねる場所を確かめてください。で、この時に、この、確かめ方をするときに、立ってやってもらいます。じゃないと、重心がこう座るとお尻側に乗っちゃって、うまくこっちに当てる足に重心が乗らないので、綺麗な場所に当たっても、あんまちゃんとボールが上がらない。しっかり立って体重を乗せてやってみましょう。レイキバウンスもレイキもボールを捉える足の場所は一緒なので、レイキの練習をする前もこうやってレイキバウンスの時みたいに当てる場所をしっかり確認してから、さっきの感触、その跳ねている感触を残しつつ、練習するとレイキが綺麗にやりやすいです。はい、ということで今日はレイキリフトとレイキバウンスを練習することでレイキのクオリティを上げていきましょうよっていう、そういう動画でございました。普通にレイキだけを練習するのもいいんですけど、結構練習が過酷というか、毎回失敗ばっかするとテンションも上がらないので、ちょっと簡単な技に落としてあげて、必要な技術、細かい技術を培ってから、レイキに挑戦するっていうやり方の方が、楽しく練習することができるのかなというふうに思いますんで、よかったらやってみてください。もしレイキができる人も逆に、レイキリフトとレイキバウンスできるかどうかちょっと試してみるのはありだと思います。はい、以上でフリースタイルパークレッスンエピック校第2弾終了です。ここではしっかりしたコツ、もうこのコツさえ押さえれば結構上達しますよっていう技がいくつかあるんで、そういうのを紹介していきたいなっていうふうに思います。また次の動画で会いましょう。